ご来場の皆様、本日はヤマハウェビナーヤマハ無線 AP の新管理公式クラスター管理機能を徹底解説にご参加いただき誠にありがとうございます。定刻となりましたので、ウェビナーを始めさせていただきます。えー、冒頭35分ほど私から発表させていただいた後質問タイムを設けております。お時間に多少の前後はあるかと思いますが、ウェビナー終了までどうぞお付き合いいただけると幸いです。 では早速ですが改めまして皆様はじめましてヤマハコミュニケーション事業部商品戦略グループの畑と申します20202011年にヤマハに入社にしましたそこから2020年までネットワーク機器のソフトウェア開発や UI 設計を行ってまいりましたルーターの RTX1210 の GUI とかランマップ UI 設計また、ソフトウェア開発を行ってきまましたまた無線 AP の今日説明いたしますクラスター管理機能のアルゴリズムを設計したりクラウド管理機能サービスに対応したりというところをやってまいりました。で、今年の4月から無線アクセスポイントの全体の商品企画や商品戦略を立案することを担当しております。 えっと実は私あの、ウェビナー講師として登壇するのは今日が初めてです。でちょっと緊張すでにしてますが、えー、頑張ります、えー。分かりづらい説明がありましたらあのぜひ Q&A のタイミングで気軽に質問してください。えー、本日どうぞよろしくお願いいたします。でえー、っと35分ほどしか時間がないため、きょうはです、ね、クラスター管理機能すべて を説明することはできません本ウェビナーでは特に重要な部分をピックアップして説明していきたいというふうに考えております。で、今日の流れですけど、まずはヤマハ無線 AP 全体的にどういうものだっていうのを理解していただいた後にクラスター管理機能の説明をいたします。その後、クラスター管理機能を使ってどうやって運用するのか、運用上の注意点はどんなところかっていうのを説明させていただいて、 最後、少しですが、今後の構想について説明してさせていただきます。えー、それではまず、えー、ヤマハ無線 AP について説明していきます。えー、っとですね、まず近年、えー、働き方改革とか、あとコロナの影響もあって、さまざまなところで DX っていうのが進んできております。それによって、無線 AP を活用されるケースがますます増えてきているというのが現状でございます。 一方、ネットワーク管理者様視点ではですね、無線 LAN のニーズの拡大による人材不足やリモートワークの課題、また無線の管理、特にトラブルシュートが難しいとか、そういう声が増えてきております。これらを踏まえまして、我々無線アクセスポイントは、ここに書いてますけど、シンプルな無線 LAN をいつでもどこからでもというコンセプトで 現在商品開発を進めておりますオンプレでもクラウドでもシンプルな無線管理が実現でき誰でも簡単に低コストで無線 LAN を始めることができるというところを特徴としておりますでシンプルな無線管理とありますが例えばどういう機能があるかというところで、えー、今日説明いたしますこのクラスター機能これはクラウドを使わなくてもゼロタッチで 機器交換や機器追加ができるという機能になります。また、周囲の無線状況が見えてトラブルシュートに使えます無線の見える化機能というのがございます。過去の無線の良くなかった状況も見える化できますので、非常にトラブルシュートには良いツールとしてご好評をいただいております。また、ラ a d i u s サーバーを内蔵しております。ですので、Wet ラジオサーバーを用意する必要がなくて、また証明書発行まで必要あのできますので、えー、こちらもご好評いただいております。でこれらの機能はすべてアクセスポイントに内蔵している機能となります。なので、1台用意すれば他にはいらないというシンプルさを追求してきました。また、1台用意していただいたらすべてこれらの機能は無料でご利用いただけます。 また、このいつでもどこからでもという視点では、YNO というクラウド管理のサービスを展開しており、セグメントを超えて AP を統合管理できます。この YNO は現在、1年無償で使うことができます。クラウド管理にご興味ある方はぜひご利用いただき、Yamaha が考える次世代の運用管理をぜひご体験ください。 次に、現在の AP のラインナップについて説明いたします。弊社は2013年から無線 AP の事業を始めました。今年で9年目になります。ラインナップも増えてきて、おかげさまで着実に認知度も上がってきており、多くの皆様にご採用させていただいております。その理由の一つとしまして、弊社の無線 AP はすべてコントローラーを AP に内蔵しております。この コントローラーを内蔵しておりますと、コントローラー専用機っていうものを別途準備する必要がなく、手軽に安価に無線 AP の導入を開始できます。現在のラインナップはこちら、1、2、3、4つの機種を展開しております。で、えー、ここ2つにこうグルーピングしてますけど、無線 AP の管理方式によって、このように世代が分かれておりまして、9世代の方、第2世代の方がグループ管理型。 新世代の方、第三世代と呼んでますけど、クラスター管理型という2種類に分かれております。従来のグループ管理型の方は、いわゆる一般的なグループ管理の手法になります。手動でコントローラー AP とかコントロールされる AP を1台1台登録して、その後機器設置後は手動で設定を適用させるというような運用になります。一方 最新のこのクラスター型では、これから詳しく説明していきますが、これらの作業は自動で行われるため、運用負荷が大きく軽減されます。でこちらのクラスター管理型の方では、11AX、Wi-Fi6 ですね、という最新の規格に対応しているモデルもありまして、今後、他にもラインナップを拡充していく予定でおります。また、クラスター管理型 AP は、この クラウド管理、YNO にも対応しております。ここまでがヤマハ無線 AP の概要の紹介でした一言で言いますとヤマハ無線 AP の特徴はシンプルな無線 LAN 管理でそのコアになっている機能の一つとしてクラスター管理機能があるということになっております早速次からクラスター管理機能について解説していきます まず、えー、クラスター管理機能の概要について説明していきます。えー、クラスター管理機能とは、えー、同じ L2 ネットワークに接続されている AP を一元管理するための Yamaha の独自システムになります。このように、えー、L2 ネットワークで同じネットワークに接続、複数 AP を接続すると、自動的にスレーブといってコントロールされる AP。 とマスターというコントロールする AP にこう分かれます、自動的に。で、このマスター AP の上に仮想コントローラーというものをが自動的に立ち上がりまして、この仮想コントローラーがすべてのアクセスポイントをこのように制御するという形になります。で、この一つのグループのことをクラスターというふうに我々は呼んでおります。 先ほど言いましたけど、この仮想コントローラーがすべてのアクセスポイントを制御するということで、仮想コントローラーには、えっと、それぞれの機器とは別に IP アドレスを持ちます。ですので、この IP アドレスを例えば固定に設定して覚えておいて、ここにアクセスすると、このような画面が表示されます。GUI ですねで。ここからすべての アクセスポイントを管理、制御することが可能です。もうちょっと詳しく見ていきますが、仮想コントローラーの役割としては、えー、クラスターのこの AP のステータスの監視、あの一覧で表示したりとかで、一括設定変更や一括でファームウェア更新ができるようになります。でまた、えー、例えばここに新しいアクセスポイントを追加したとして、このアクセスポイントを自動的に検出して、 クラスターに入れてで、自動的に仮想コントローラーが持っているコンフィギュレーションを配布するというようなことができます。また、えー、ヤマハ製の,あのアクセスポイントには、えー、DHCP サーバーや Radius サーバー、キャプティブポータル認証サーバーといって各種サーバーが内蔵されており、これらのサーバーの役割も担うことになります。 次に、えー、クラスター管理機能のメリットについて説明いたします。主なメリットはこの2つになります。えーまあ、先ほどから、えー、おっしゃっているようにあの AP の管理が楽だということと AP の障害体制に強いこの2点になります。で細かく見ていきますと管理が楽という方では、えー、コントローラー AP、コントロールされる AP というものをどれなのかというのはお客様は 意識する必要がございません。仮想コントローラーのみを管理すればいいという簡単さがあります。また、新規 AP 追加とか AP 交換ではランポートに接続するだけというすごいキッティングが簡単だというところが一つのメリットかと思います。ただ、後から説明いたしますが、個別コンフィグというものを持っている、運用している場合は手順に一部、 追加が必要ででですすのままたた後で説明いたします次に AP の障害体制に強いこれはどういうことかといいますとクラスター内のすべてのアクセスポイント AP がバックアップコンフィグを持っていますどのアクセスポイントがコントローラー AP になってもいいようにすべてのアクセスポイントに対して同じ情報を すべ、えー、てのコンフィギュレーション情報を持っております。なので、マスター AP が故障しても、えー、コンフィグが失われるっていうようなことはございません。自動的に他の AP がバックアップしており、えー、そのまたマスター AP になって管理を継続するということになります。あとは、えー、内蔵 DHCP サーバーや内蔵 Radius サーバー、CaptivePortal 認証サーバーの上昇化にも使えます。す、え、べ、ー、てが、えー、この 例えば内蔵ラディウスサーバー、ラディ i スサーバーのバックアップになっているということが言えます。えー、マスター AP がラディウスサーバーになって、あのー、認証作業をやっていても、もしマスター AP が壊れても別のアクセスポイントがマスター AP になって同じラディウスサーバーを立ち上げて、えー、全 AP に常にシェアされているというような状態になります。これが、えー、クラスター管理機能の大きなメリットと 言えます、はいえー、ホームページではですね、えー、グループ管理型とクラスター管理型の違いをまとめたページになります。えー、先ほどから私が説明している説明と被るところが多いため説明は省略しますが、えー、この資料は、えー、ヤマハネットワークエンジニア会というヤマハのコミュニティサイトにアップされますのでまたそちらでご,ご参照ください。 次に AP のステータス線について説明いたします。えー、今日はですね、あのタイトルにもありましたように徹底解説ということで、えー、少し深い部分まで踏み込んでいこうかと思っております。ちょっと難しいところもあると思いますので、えー、丁寧に説明していきます。えー、ここではですね、AP のステータス線について説明しますが、これを理解しておくとですねお、先ほどはあまり意識しなくていいとは言ったんですけど。 あの理解しておくと運用中に何かあった時に応用が利きますしトラブル時の手助けにもなることがあるかと思うので説明させていただきますまず AP ですけどステータスが4つあります起動中サーチ中でスレーブ AP マスター AP となります起動中はですね、まあ、起動していて ソフトウェア的には動いていない状態なので、これは何もないというか待ってもらうことになります。大体2、3分ぐらい起動中に電源を入れてからこれぐらいかかると。で、メインのステータスとしては、このサーチ中とスレーブ AP とマスター AP になるんですけど、サーチ中というステータスがあります。で、ここではスレーブ AP、マスター AP、どっちになるかっていうのを決めるためのステータスになります。 でえっと、このスレーブ AP に、えー、例えばあの、そうですね、スレーブ AP に例えばなったとしなるか、マスター AP になるかをこう決めるんですけど、えー他、サーチ中ということで、他のアクセスポイントがいるかどうか、他にどういうステータスのアクセスポイントがいるかっていうのをここでサーチします。それによって、スレーブ AP、マスター AP っていうのを決めます。 で、マスター AP になりますと、えー、ハローパケットっていう、まあ、定期的にパケットを、えー、他の AP に投げるということをやっています。これによって、えー、受け取った例えばスレーブ AP は、ハローパケットが来てるから、マスター AP はいるんだなっていうのを認識して、スレーブ AP はスレーブ AP であり続けて、例えばサーチ中の AP が、えー、ハローパケットを受け取りますと、 スレーブマスター AP がいるんだなっていうことになりますので、スレーブ AP になるというような仕組みで動いております。その他ポイントですけど、クラスターにマスター AP は必ず1台になるようになってます。また、先ほどマスター AP がいたら、他はスレーブ AP になるみたいな説明しましたけど、やはり基本的には先に起動したアクセスポイントがマスター AP になるというようになっております。 でちょっと分かりづらかったかもしれないので、えー、具体例を2つ出して説明しております。えー、マスター AP が、えー、もし消失した場合ですね、ここにマスター AP があって、スレーブ AP がこう2つあるような状態で、ハローパケットを定期的に出しているんだけど、えー、これがもしいなくなったら、ハローパケットが来なくなったということで、来なくなったらどうなるかというと、スレーブ AP はサーチ中になります。えー っていうのは、まあ、マスター AP がいないと判断したんで、誰かがマスター AP にならないといけないということなので、一旦サーチ中に行って、で、そこから、えっとあの、アルゴリズムを使って、いずれかのアクセスポイントが、えー、マスター AP、スレーブ AP になるというようになっております。また、えー、新規 AP を追加した場合、こちらですね、AP をこう新しくこう追加する場合は、 サーチ中になりましたら、ハローパケットを認識できますので、認識して、そのまますぐスレーブ AP になるというような感じです。このような仕組みでクラスター管理を実現しております。詳しくは、技術資料に詳しく書いておりますので、そちらをご参照ください。次はですね、コンフィグの構造について説明いたします。 クラスター管理機能と直接あの関係あるというか、いこクラスター管理機能ってわけではないんですけど、あの設定の内容によっては、クラスター機能によるキッティングの手順に違いが出てきますので、この部分の理解が必要になってきます。まずですね、コンフィグの中には共通コンフィグと個別コンフィグというものがあります。このようにそれぞれ共通コンフィグ、個別コンフィグを すべてのアクセスポイントが持っています。共通コンフィグとは何かクラスター内のすべてのアクセスポイントの共通の設定になります。例えばですね、基本的にはデフォルトの設定はすべて共通コンフィグなんですけど、すべてのアクセスポイントの IP アドレスが DHCP で取得するというところとか、無線チャンネルとか電波出力がオートという設定だとか、あと仮想コントローラーの設定ですね。 仮想コントローラーは常に一つ立ち上がるもので、これらはすべて共通では共通じゃないといけないため、共通コンフィグになっております。一方、個別コンフィグというのは AP 個別の設定ですね。例えば IP アドレスを手動で設定したい、個別に設定したいというととか、無線チャンネル、電波出力を個別で設定したい。 とか、機器名とか設置場所名をそれぞれ設定したいとか、まあ、そういったときに、それらは個別コンフィグという扱いになります。で、この共通コンフィグと個別コンフィグで、あの同じ被っている設定があるんですね。でそういったときどうなるかといいますと、個別コンフィグが優先されることになります。で例えば、こちらにありますが、えー、共通コンフィグでチャンネルをオートにしています。 で個別コンフィグで AP1 と AP3 をチャンネル1、チャンネル52に固定しますとすると実動作はどうなるかと言いますと AP1 はチャンネル 1AP3 もチャンネル52ということで個別コンフィグが優先されますで、個別コンフィグがない AP2 に関しては共通コンフィグが適用されオートというふうになります。 個別コンフィグを利用した運用の場合はですね、キッティング作業に手,あの手順が加わりますので、この後説明していきたいと思いますで。ここまでがクラスター管理機能を理解する上での基本的な動作の仕様の説明でした。次からは実際の運用手順ですね、新,新規導入する時ときと、機器を追加する時ときと、機器を交換するときの手順について説明していきます。 えー、より具体的な運用イメージをつかんでいただきたいと思います。えー、まずは新規導入ですね、えー。こちらはもう簡単なんですけど、Yamaha ルーターがもしあ,あ,あ,ありましたら、えー、この下に、えー、WLX21 にクラスター管理機能に対応したアクセスポイントを接続してください。でそうしましまて えまあランマップとかランモニターっていうえーツールがあるんですけどそれを用いることでえ任意のアクセスポイントのまあどれでもいいので IP アドレスを調べることができますので,でこれを調べて GUI にアクセスしてくださいでアクセスするとこのような画面になっていてえこの,あの端っこにあるあの仮想コントローラーというボタンをクリックしてくださいそうするとえ画面が出てきて 仮想コントローラーの GUI にアクセスすることができます。この緑色のなんて言うんですかね、コンセプトの,あの画面が基本的に仮想コントローラーの画面と覚えておいてください。でまあ、アクセスして、まあ、あとはただあの設定する、あの画面から設定するというだけになります。これが新規導入です。次に機器追加。 ですね、新しい機器を追加する場合について説明いたします。まず先ほど説明しましたように、共通コンフィグのみの運用だったときは、新規アクセスポイントを LAN に接続するだけです。なので数分後にコンフィグが自動的に反映されてあの終わりです。たったこれだけでゼロタッチと言えるかと思います。一方です、ね、個別コンフィグがある運用の場合は、 1>, 1つだけ手順が追加されます。でまず、新規 AP を無線 LAN このように追加しますで。追加しますと、コンフィグが共有されるんですけど、この地点で、例えば新規 AP の IP アドレスをなんか別に設定したいというときはあの、この地点ではコンフィグには入っておりませんし、事前に入れることもちょっとできないんですよね。だなので、1回つないでもらった後に、 仮想コントローラーの GUI を使って、この新規 AP の設定を入れることで、コンフィグが完成します。なので、あので今後のファームウェアアップデートであの、事前に新規 AP のコンフィグレーションを設定しておくことが可能になる予定で、今進んでいます。 なるかと思っておりますちょっとチさんが出てきましたけど、ヤマハからのお知らせがある場合、このチさんがこの後いろいろ登場してきますので、よろしくお願いします。はい、次は機器交換ですね。これも先ほどとちょっと似てますね。共通コンフィグのみのときは、交換対象のアクセスポイントをネットワークから外して、 新しいアクセスポイントをネットワークに接続する。それだけです。で一方、個別コンフィグがある場合はですね、えー、っと、いろいろする必要があるんですけど、こちら、えー、コンフィギュレーションになります。で、こちら、個別のコンフィギュレーションですね。で、このように1、セレクト1、2みたいなのありますけど、ここに Mac アドレスがあって、で、 この位置のここの中身のこの Mac アドレスを新しい、えー、交換するアクセスポイントに差し替えるというような動作が必要になります。まあ、それをするだけなんですけど、まあ、コンフィギュレーションをダウンロードして、えー、ここの Mac アドレスを差し替えて、でえー、とまた GUI からリストアすれば機器交換が可能になります。 でこちらもですね、えー、ちょっとこうテキストファイルを開くのとかあの手間っていうのもありますので、えー、GUI から簡単に機器交換できるようになる予定でおります。えーまあ、さらに、えー、簡単に機器交換が可能になるかと思っております。はい。ここまでが、えー、っと、そうですね、聞、え、き、ー、交換、えー、運用の手順になります。次からは運用上の注意点について説明いたします。 えー、そうですね、えー、いくつかあるんですけど、えー、一つずつ説明していきます。すいません、ちょっとお待ちください。あ大丈夫かな、はいえー、仮想コントローラーの IP アドレスの設定の注意点になります。えー、仮想コントローラーの IP アドレスですけど、あのー、先ほども言いましたけど、固定とかに設定しておくといいんですけど、あのー、その IP アドレスだけ覚えておけば、そこに直接アクセスできる。 ということで、まあ、運用が楽になるんですけど、えー、仮想コントローラーの IP アドレスは他のアクセスポイントの IP アドレスと重複しないようにあの設定をお願いいたします。でまあ、基本的にはすべて仮想コントローラーもあのアクセスポイント自体の IP アドレスも初期設定は DHCP になっておりますので、え、被ることはございません。ただ、これ、固定に設定するときはあの割り当てられた IP アドレス以外の IP アドレスを えー、割り当てるように、えー、してくださいで。仮想コントローラーの IP アドレスと AP の IP アドレスはあと同一セグメントに設定するように、えー、お願いいたします、はいえー。次にですね、マスター AP が、えー、消失したときの動作、消失しているときの動作について説明いたします。マスター AP が消失して、 えー、次のマスター AP が立ち上がるまでに約5分間あのかかるんですけど、えーまあ、この、まあ、最大5分間ぐらいですね。でこの5分の間に、えー、できないこと、できることについて説明します。すでにあの接続している無線クライアントに関しては、えー、特に影響はございません。ですが、 新しくこう接続してくるクライアントですね。例えば DHCP サーバー、内蔵のものを使っているよというときは、新規アドレス配布というのができません。また、えー、内蔵 Radius サーバーとかキャプティブポータル認証サーバーによる新規ユーザー認証もできません。でもちろん仮想コントローラーがあのいませんので GUI のアクセス等ができません、まあ。5分ぐらいなのであれですけど、まあ、運用上あの、ご注意ください。 次に、えー、同一 L2 ネットワークで SSID を分けたいっていうご要望を結構多く聞くので、えー、とここで説明させていただきますで。まずですね、一つのクラスター内の異なるアクセスポイントで、えー、一つのクラスターというのがポイントですね。えー、これが異なる SSID を設定することはできません。えー、無線のチャンネルとか、えー IP アドレスとか、まあ、そういったものは一つのクラスターで異なるものを設定することができるんですけど SSID だけはできない仕様になっております。ですのでスタンドアロンモードというものを使ってスタンドアロンモードというのは一つのアクセスポイントで一つのクラスターになるっていう、まあ、スタンドアロンですね。そういうような動作をするような機能なんですけどそうすることで L2 ネットワーク上に複数の クラスターを作ることができますでこの複数のクラスターを使って、それぞれで SSID を個別で設定していただくということになります。でこちらに関してもです、ね、今後のファームウェアアップデートで一つのクラスターで異なる AP で異なる SSID を設定できるように検討しておりますで。より便利にクラスター管理機能をご利用いただけるのではないかと考えております。 次にですね、クラスターバージョンについて説明いたします。えー、こちらもあまり知られていなかったりするんで、えーと、結構注意点にはなるんですけど、ファームウェアとは別に、えーまあ、ファームウェアごとにってわけではないんですけど、クラスターバージョンというのがありまして、このクラスターバージョンが異なるアクセスポイントを使っている場合は、別々のクラスターとして構成される仕様になっている おりますでこれらの情報はまあリリースノートや技術資料等に書いてますし、えー、ショステータスクラスターコマンドっていうのがあっても、これを打ちますとクラスターバージョンの確認もできますが、えー、推奨する運用としては、基本的にファームウェアも最新がいいですし、できる限り最新のクラスターバージョンのものを使うようにえお願いいたしますで。クラスターバージョンが1つの L2 ネットワークに複数あの存在しないようにあの運用していただけたらと思います。 クラスターバージョンですが、えー、なるべく、あのー、上がらないように、あのー、開発としてはあのー、心がけていますが、まあ、大きな機能追加、クラスターに関する機能追加とかのタイミングでバージョンが上がる可能性がございます。それについてはご了承ください。で、あのー、今の説明をしたのがこちらの説明をしたくて、えー、と新規 AP をです、ね、既存環境に追加するときに注意点が。 ございます知らないとどんなことが起きるかって言いますとまあ、まあ古い今までずっとバージョン1のアクセスポイントでこのように運用してましたで新しく機器を追加する必要が出てきて AP を購入しましたでこれをこの AP がバージョン2だとしますでもこれは知らなくてな,なぜか知らないけどこちらのコンフィグが こちらのアクセスポイントに共有されないってなって、じゃあファームウェアを上げようかみたいになるかなと思います。こちらのバージョンを上げると、これらのアクセスポイントがすべてファームウェアリビジョンアップの関係で再起動になるんですね。再起動になると、マスター AP がこちらのマスター、このマスターへ新しく追加したものがマスター AP になります。 これがなると、もしこのマスター AP2 が初期コンフィグのままだったりすると、すべてのアクセスポイントが初期化されるみたいな事態になってしまいます。ですので、新しいアクセスポイントを追加する前には、既存のアクセスポイントのクラスターバージョンを必ず最新にしておくとか、チェックするようにお願いいたします。で注意点の最後になりますが、 えー、グループ管理型とクラスター管理型を混在するという話ですね、えー。これはですね、えーまあ、WLX313 とか、まあ、古いあの機種はグループ管理型にはなるんですけど、えーで、最近買ったのはクラスター管理型ってなったときに、えー同じまあ、結論から言いますと、同じネットワークで管理してもあの問題なく管理できます。お互い干渉はし合いません。ですが、まあ、それぞれこう管理する。 クラスター管理型の API はこれで管理して、グループ管理型の API はこれで管理するみたいな運用になります。他にもです、ね、注意点いくつかございますので、この資料の最後に付録をつけておきますので、そちらでご確認ください。ということで、最後ですね、今後の構想について、先ほどから少し話はしてますけど、 より使いやすく、より簡単にご利用いただけますように、今後もどんどん機能改善していきたいというふうには思っております。個別コンフィグを使った運用をさらに簡単にしたり、一つのクラスターで SSID を複数運用できるようにしたり、運用上の注意点をより少なくしたりとかいうふうなことを考えております。その他、機能改善要望等ありましたら、背景を含めまして、問い合わせ窓口やあのいいねへの投稿を ぜひよろしくお願いいたします。最後にお役立ち情報についてですね。き、えーまあ、今日会話した内容をより深く理解するための、えー、情報がこちらですね。ユーザーガイドというものがありまして、スタートアップガイドともあ,のあるんですけど、えー、初期導入方法について詳しくあの書かれております。で技術資料、えー、クラスター管理機能について、技術的に詳しく説明されています。 またあの、ヤマハのサイトからたどれますが、設定例のトラブルシューティングというところから、えー、無線の見える化ツールを使ったトラブルシューティングについて学ぶことができます。また、えー、こちらの設定例の無線 LAN 接続設定のところから、多くの設定例が記載されております。以上で、えー、クラスター管理の説明を終わります、えー。本日はヤマハネットワークウェビナーに参加していただきまして、誠にありがとうございました。 えとかなり多いあの質問が来てまして、えー、お答えしきれなかった質問とか、あのかなりあるんですけど、えー、他にあのウェビナーの内容で確認したい点などありましたら、ぜひ、ヤマハのお客様相談窓口にてあのご連絡ください。えー、その際、お問い合わせフォームはの冒頭にウェビナーに関する問い合わせと、えー、追記していただけますと幸いでございます。また、最後に、えー、退出した後に表示されるアンケートへのご協力もぜひよろしくお願いします。 それでは改めまして皆様本日はウェビナーに参加いただきありがとうございました。